ご主人様の背中はあったかかったです。だから私は思ったんです。ご主人様はご主人様なんだって。私はずっとそう思えなかったのに。私の剣術は師匠から受け継いだものです。師匠は偉大な剣豪、まさに達人でした。誰よりも強く、そしてめちゃくちゃな人で、誰よりもお酒が好きでした。私はずっと小さな世界で暮らしていた。それを連れ出してくれたのが師匠でした。私は師匠に憧れていました。師匠の背中を追ってその全てを受け継ごうとした。剣術には心・技・体というものがあります。その中でも最も大切なのは心。私にとって剣の心とは、酔って楽しく笑っていた師匠の生き様です。お酒を飲まない私の剣は心を失い、力を失った。ある日、私は師匠のお弟子さんのもとに送られました。これは私の勝手な想像ですけど、師匠はきっと体を壊していたんじゃないかって。弱った姿を見せないために私を遠くへ。それからずっと私は本当に仕えるべき人を見つけることができなかった。ご主人様と出会うまでは。酔いつぶれておぶって帰ってもらった時、なんだかとても懐かしかったんです。そして思いました。この人は私の仕えるべき人だと。でも私はもうあんな思いは嫌なんです。私のせいでご主人様が病気になったら、きっとまた離れ離れに。でも ほどほどに飲む。考えたこともなかった。師匠は倒れるまで飲まないと気が済まなかったから。そうか、そういう飲み方もあるんですね。さすがご主人様です。私ほどほどにします。お酒？まだ仕事中ですよ。じゃあ注いでください。ほどほどに。乾杯。ご主人様、これからずっとよろしくお願いします。